に声を上げている市民です。高田馬場優位や脱原発です、はい、今年で8回目となりました。2011年3月11日の東日本大震災と福島第一原発の事故によって、私たちは原子力発電は人類の手でコントロールできるものではないことを知りました。今も毎日放射能に汚染された水が土を、海を、山を汚しています。原発事故によって今なおたくさんの人々が自宅に戻っています。はい、行きます。はい、行きます。日本のような災害の多い国に原発はいりません。はい、曲がりますよ。原発は世界の原発輸出は全て失敗しました。はい、みんな曲がります。どこかが語りすぎるからです。こっちが原発の電気は全く生かしてないことが発見しました。今、世界では再生可能エネルギーがトレンドです。日本の豊かな技術、自然と高い技術の力を生かして再生可能エネルギーを大きく広げましょう。昨年は各地で大きな災害が起きました。今まで以上に
再稼働反対。
訴えたいこと、安倍に言いたいことをプラカードに書いてきてもいいし、手ぶらでいらしてもこちらで、ゲーフラとか、弾幕とか、あと、プラカードなんかも若干は用意してありますので、ぜひ持っていただきたいと思います。それで今回は、渋谷プロテストレイブというなんか若くてかっこいい音楽のサウンドカーがまず一つの提談。二つ目の提談はなんとあの肉球神道、初めてデモに提談を出してくれることになりました。そして三つ目、おなじみ私ども、怒りの可視化、例の安倍やめろしか言わないので有名です。その三つのうちからどれでもお好きなところを選んでご一緒に歩いていただければ助かります。ぜひよろしくお願いいたします。それで本日チラシを持ってきましたので、少しだけ持ってきましたので、まだこのデモのこと知らなかったっていう方はぜひお受け取りください。よろしくお願いします。ありがとうございます。質問があったようです。あっちとステッカーどこで売ってますか？ここ、はい、あそこです、そこです、はい、はい、こちらで売ってます、お願いします。はい、はい、ステッカーが100円、バッジが200円、これ私たちの活動の糧にさせていただいております。他にアピールされる方、アピールされない方、勝手に参いちゃいました。1月18日土曜日、15時30分集合荒谷市公園、帰ってきた脱原発デモ in 中野、皆さんビラ巻きました。中野駅から行った方が楽ですね。中野駅からだったら16時10分頃行って、終点の杉山公園は、新中野駅まで徒歩1分ですから、途中から入るのがよろしいんではないでしょうか。動員1万人目標です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。他にいらっしゃいますか？今カッパの袋、カッパの袋が、はいはい、ありがとうございます。あ、こちら、さよなら。完成です。関係発展戦線連合です。ただいま資金のために担保を集めております。皆さん重たいのやら軽いのやら薄いのやらいろいろお願いいたします。どうもありがとうございます。あ、すごい、お仕事やってみた。お水飲まないでいいの？Thank you.